バスケて準選手対決対決このおもちゃありますよね外国のやつはい、世の中ですね、はい、生きてたらやっぱりコミュニケーションに困ったこととかありますよね。あります、はい、女性とコミュニケーションを取っててちょっと困った場面だったり、はい、この対応に困ったなみたいなよくあるじゃないですか、うん、そういうのをあの SNS でちょっと質問を投げかけてたくさん来たので、はい、ちょっと純先生に解決してもらいたいなと思いますよ、うん、いいよいいよ解決解決あ俺はもう、うん、もう男代表としてね、はい、うん、何でも解決しますので、よろしくお願いします。もうどん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 もう質問、はい、すごい頼りがいがあるズバッとお, お願いします、ありがとうございます、はい、ちょっと萌ちゃんにも来てるんですよね。そうですね、色々来てて、はい、あ、なるほどなって思ったやつがあって、うん、いくつに見えるって聞かれたことよくあるね。あ、はいはいはい、結構長年皆さんが悩んでる、うん、あれ年な、あれさ、言うようになるの、ね、何歳から言うようになるのかな。確かに、うん、いくつに見える、私いくつに見える、これもいくつに見えるって言った時点でもうおじさんおばさんだから確かに自分に年を感じてきた時に言うんですか、言うのかな。でも、あ、でもなんか飲み会とかでなんかあるよね、うん、男の人とかが女の人ね、俺いくつだと思う、うん、とか私あの居酒屋で働いてたことあるんですけど、あの店員さんに向かって、あのお客さんがちょっとね、俺いくつに見えるみたいな、あれはね、何て言っていいのか、このやっぱり長年結構皆さん悩まれてると思うんですよ。そうです、女性が女性に聞く場合もありますし、うん、逆もありますし、うんうん、この場合は今は男の人が女の人に言うってこと、女の人が、うん、まあ、男の人だったり、うん、女の人だったり、うん、このまあ、年上の女性から、うん、こういくつに見えるって言われた時の対処法を知りたいです。うんうん、そう、様々でね。なるほどな。でも純選手だからこそちょっと言っていい、はい、なんかね、ちょっと和む場面もあると思うんですけど、はい、ちょっとね、この、はい、解決解決解決しましたよ。お、お、解決しました。解決しました。ありがとうございます。じゃあ、萌ちゃんが、はい、もう年上の女性として純、はい、さんに。私いくつに見えるって言った時のこの切り返し教えてほしいですね、はい、うん、教えてほしいです、ね、年上の女性、うん、そう、女性ね、女性ね、はい、で、私は、年下の人、うん、男でも女でもいい、まあどっちでもどっちでも、うん、OK、うん、じゃあやってみます。はい、あ、ちょっとさ、私いくつに見える、あ、いくつに見える、いくつ何歳、いくつに見える、ちびら浅い。どうでしょうか。どうでしょうか。ちびら浅いって何でしたっけ。綺麗っていうんだよ、ね。これはもういいんじゃない。ね、相手の、女性が先輩だとしたら、うん、まあ綺麗ですよって言ったらもうね、これが。まあでもね、嬉しいってなるからね。しかもうちのあぶちでね、ちびら浅いですよっつって。うん、確かに。それで本土の人にも通じないかなって一瞬思ったんですけど、それってどういう意味って言われた時に綺麗だよってことですって言ったら、うん、そうなの、そう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 、あー、これ、これ、これはいいでしょ、これはいい、これいい、素晴らしい、先生また嬉しさ持ってるおじさんとかもよくいるさ、はい、うん、おじさんとかにはね、そう、うん、おじさんいる、おじさんに聞かれた場合、ちびら浅いってそうだよね、って言ったらちょっとおかしいでしょ、ね、俺いくつに見える、何歳と思うって言ってね、この場合はよ、はい、甘さいうわー、解決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 甘さい、いい、まあいいのか、いいのかいいですね、これ実際に言える、うん、ちょっと今事務所の会長呼んできてもらう、うん、あ、会長に、あ、会長、うん、会長、あ、会長と話が、事務所の会長の場合は、はい、何歳に見えるって言われたら、はい、天才って言った、あー、なるほどなるほどなるほどじゃないな、まあ、これはいいでしょう、まあね、これでも、はい、ちびら浅いいいですね、ちびら浅い非常に使えると思いました、はい、これ解決ですね、これ解決です、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、もう一個来てるんですけど、これはハーリーに来てるわけ、はい、
鼻毛が出てる方に対してどう対応していいかわからない常に出てるんですかね。常にまあなんか、まあ、出てないからこそのはずね。こうあどうしたらいいのかな。あーなるほど。あーなるほどな。でこの言い方とかね、でもこれ難しいよね。難しい。なんて言われた方がいいのかとかね、言われた側とかもさ、これは厳しいな。これは何、相手がまあ普通に言える友達とかだったら、うん、いや鼻毛出てるよ、言えるさ。それ言えない感じの関係なんじゃないですか。まあ、仕事の、うんうんまあ、皆さんだったら同僚だったり、はいはいはい、同僚とかやっぱり今ねセクハラとかパワハラとかがあるから、うん、言われちゃうちょっとね後輩の子とかにもなかなか言いづらいと思うんですよ、この。解決やりたいだけやし、ちょっともうなんかもう分からないんでちょっとやってみます。もうやってみよう。やってみて、うんうん、ちょっと私がこの純選手と同行するマネージャーとして、あマネージャー女性マネージャーとして取引先にご挨拶しに行くとき、うん、もうこれ緊張の場面じゃないですか。絶対笑えない。ちょっと笑っちゃいけない、笑わせてもいけない。そうだな、大事な仕事を取れるし、いやまたねこのマネージャーが鼻毛出てくることによって、ね、俺がもう普通になるかもしれない。やっぱり純選手なしでってなるので鼻毛出てるからダメだってなるかもしれない。どのシチュエーションっていうか、まあ、歩いてそっちに、うん、エレベーターとかでもいいんじゃないですか、ね、エレベーターで向かってエレベーターなんかで向かってるっていう感じでやってみますか。はい、で先輩、マネージャーは先輩、後輩にしときます。後輩、後輩、ちょっと後輩に言いづらいから。あーなるほど、後輩の女性、うん、先輩男性ですね、はい、このご時世なんでね、こうマスクしてる状況が多いと思うんですよ、うん、でちょっとふとした時に撮った時にちょっと鼻毛を確認してしまった、はい、その時の対応、うん、お願いしますね、はい、いきます。じゅんさん頑張りましょうね、今からちょっと剣の仕事なんで、うん、ね、剣の仕事、はい、大きいよね、ちょっと大きいのから今回はちょっと、うん、あのいろいろ、うん、あのやっぱり13人にってお願いされてるので、はい、ここちょっと取っていきたいんですよ。さすがにね、はい、この仕事はもう俺が取らないと、また公約映像に取られるかもしれない、はい、ちょっと頑張っていきたいので、うん、そうだな、はい、ちょっと暑いっすね。暑いね、緊張する。ちょっと暑いな、暑いな、暑い出てるな、暑いっすね、結構出てるな、緊張する、はい、ありました。ケツは、ケツはないです。あ、ない、ないかも。なんかついてます。何ついてんの。いや。なんかこっち臭くない。そう。いや。なんか臭いよね。すいません。臭い。一応今から仕事、大事な仕事あるんだよね。今から会議です。取引先と会議なので、やっぱりそういうことはそうだよね、ちゃんとしないといけない、きちっとしないといけないし、あのやっぱり見栄えって大事さ、うんうん、なんかやっぱ臭いね。私ですか。いやいや、そっちではないんだけど、臭いかな。え、臭い、うん、全然引っ込まないな。なんか思いがちょっと匂いしてきた。でしょ、うん、でもね、なんかどうしました、風邪ひいてます、やめますって。あ、すごい。すごい。鼻炎ですか、鼻炎。鼻炎じゃない、鼻炎ではないんですけど、たぶん鼻炎だはず、あの匂いしてごらん、一回、あの もっと大きく、もっと大きく、臭いからこっちの方が臭い、もっと大きく、こんな臭い。出てる。鼻毛出てます？出てます。思いっきり出てる。全然結構まん。そう、めっちゃ出てる。うん、もうこれはもう普通に取引先って失敗よ。まあでもストレートに言ってくれましたよ。ストレートに言うしかなかったね、うん、今の。うん、でも、うん、途中で多分あの結婚ってくれるはず。あ、
鼻炎、なんか匂いだったり、ちょっと鼻にちょっと意識を集中させるようなことを言って、そうそうそう鼻毛を引っ込ませる。そうそうそう。もうとにかく 鼻のなんか、自分でまず触るね。うん、触ってたら、うん、あ、私ももしかしたらっていう感じで、こう、や普通はやるはず。うんうんでこんなにも出てないかちょっとこれオーバーにやりすぎましたけどだいぶ出てます、うん、ちょっと分かりやすいようにね でも、うん、本当にどうしてもちょっと難しいなと思ったら、まあ、今アーリーの場合左さね、うん、左だから、まあ、あのこの取引先でこの左の鼻毛が出てるところをちょっとあの自分があの視覚になってどうにか見えないように、まあ、アーリーを右に移動させて取引先の先方の方を左に座らせたりとか、うんうんうん、そういううまくでもあのこんなに伸びる前にあのもっと早く気づいてるはずだから本人がめっちゃ出てますよねいやでもあの鼻を意識させましょう。お鼻にも意識をさせて、確かになんか触るかもしれない、そこで気づくかもしれないですから、わざとじゃないですからね、これあの直接言うよりは、うん、どうにかこの仕草でちょっと結婚でくれることを、願いましょう。願いましょう。どうですかこれ。はい、これは解決です。解決です。よし。解決しました。ありがとうございました、はいはい、この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。バイバーイ。